ヤンセン・サハリアス・ヤンセンは、オランダのミデルブルフのメガネ職人で、1590年頃、父親のハンス・ヤンセンと共に2枚のレンズを組み合わせた、顕微鏡の原型を発明したとされる人物の一人である。ただし、顕微鏡の発明が誰によってなされたかについては、様々な議論がある。ヤンセンフ氏の顕微鏡は、筒の両端にレンズがついただけのもので、 倍率は3から9倍であった。名前はザカラヤズとも綴る。望遠鏡の発明についても、後にサハリアスの兄弟は、ハンス・リッペルハイが、ハンス・ヤンセンの望遠鏡のアイデアを盗んだと証言している。逆に、ベックマンの日誌によると、サハリアスが望遠鏡を作ったのは1604年で、あるイタリア人の所有する1590年と書かれた望遠鏡を真似て作ったのだという。 斉藤隆一、望遠鏡は1537年にあったかたきか山大国1993年秋号52号司書院、P200。ありがとうございます。